皆さんこんにちは。今回は藤あや子さんについてご紹介します。ぜひ最後までご覧いただき、気に入っていただけましたらチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。着物姿が妖艶で圧倒的な歌唱力で人気の演歌歌手藤あや子さん、昔から音楽番組には常連の歌手であり、演歌界の大御所として君臨しています。今回は藤あや子さんの私生活を中心に調べてみました。まずは藤あや子さんのプロフィールを見ていきたいと思います。藤あや子さんは本名を藤村真奈美といい、1961年5月10日生まれ、秋田県仙北市の出身です。現在バーニングプロダクションに所属しています。藤あや子さんには元旦那さんとの間に娘さんがいます。藤あや子さんは1981年20歳で元旦那さんとの間に娘さんを出産しました。しかし翌年に離婚したので、ずっとシングルマザーとして育ててきました。そして2017年55歳で一般人の男性と再婚しましたが、二人には子供がいないため一人娘となります。藤あや子さんが1981年に出産していることから、娘さんは2023年現在で42歳という年代になります。一般人のため詳細な情報は分かりませんが、名前は未来さんで、藤あや子さんのヘアメイクをしていたこともあったそうです。また娘さんは2007年26歳ですでに結婚していて子供もいます。婚姻届の承認にはなんと王貞治さんや野田秀樹さんが署名していたそうです。王貞治さんと野田秀樹さんとは飲み仲間で、飲み屋で顔を合わせるうちに仲良くなって娘さんの結婚の承認になったのだと言われています。親である自分の名前を書かず、わざわざ著名人に依頼するのですから、藤あや子さんは娘さんの結婚に特別な思い入れがあったと考えられます。藤あや子さんは元旦那と離婚後も複数回男性と交際するも別れている経験があります。そのため娘さんの結婚について自分と同じようにならないか心配していたのではないでしょうか。そこで王貞治さんや野田秀樹さんの承認というお墨付きがあれば心強いと考えたのだと思われます。シングルマザーで歌手の仕事と育児に多忙な藤あや子さんでしたが、娘さんとは良好な関係が続いています。娘さんはドキュメント番組アナザースカイで幼少期は寂しい思いをしたものの、藤あや子さんの手紙や料理を通じて愛を感じていたとコメントしています。中でも手が込んだ弁当は自慢で、友達に羨ましがられるほどだったそうです。番組では母のような生き方が目標と語り、娘さんは藤あや子さんを尊敬していると言われています。藤あや子さんが芸能界デビューする前から父親なしで人生を乗り越えてきた2人には強い絆がありそうです。藤あや子さんには飛鳥さんという女の子の孫がいます。藤あや子さんの娘さんは未来さん、孫は飛鳥さんということで、孫の命名には藤あや子さんの思いが受け継がれていると考えられます。藤あや子さんは孫をあっちゃんと呼び、自分の子供のようにかなり溺愛しています。自身のブログにはたびたびあっちゃんが登場し、ツーショット写真を載せています。あまりの溺愛ぶりが話題になってか、昼のトーク番組メレンゲの気持ちでは2012年に孫のあっちゃんと2人で出演しています。そこでは祖母である藤あや子さんのことをママと呼ばせ、実の母親の未来さんのことをみちゃんと呼ばせるというエピソードも披露されました。普通に考えたら不自然ですが、それだけ孫を溺愛しており、あっちゃんとは深い関係にあるようです。あっちゃんの運動会では藤あや子さんが手作り弁当を振る舞うエピソードも有名です。自身のブログで早起きして作った豪華なお手製弁当を披露すると、心温まると話題になりました。いつまでも美しく色気ある藤あや子さんが実は孫がいるおばあちゃんという事実に世間が驚いたことでしょう。またブログではあっちゃんからお守りをもらうと嬉しそうに公開したり、コロナで修学旅行がなくなるとかわいそうとトロしたりしていました。藤あや子さんは孫に本当の子供のように接していて、いつも気にかけている様子でした。幼い頃から面倒を見てきた孫のあっちゃんは2023年現在は15歳の中学3年生です。身長も163センチまで伸びて藤あや子さんを越しているそうです。昔はリカちゃん人形で遊んでいた孫も今は好きなアイドルのライブに行くようで、
思春期の女性に成長しています。あっちゃんの14歳の誕生日には、好きなことに夢中になってのびのびと頑張ってと応援のコメントを送り、出来合いぶりは健在だと伺いました。藤あや子さんのような美人で若々しい方がプライベートではしっかりおばあちゃんをやっているということに意外性を感じることでしょう。孫のあっちゃんにとっても頼もしい自慢の存在でしょう。藤あや子さんの X ではたびたび男性のような姿が映り込むのですが、一体誰と暮らしているのか気になります。調べてみたところ、藤あや子さんは2017年に再婚した旦那と2人で暮らしています。藤あや子さんの旦那さんは一般人なので詳細な情報はありませんが、二回り年下で娘さんより若いとのことです。長年シングルマザーとして生活しており、しかも藤あや子さんの一軒家は各階仕切りがない作りなのですが、旦那さんと暮らしても特にストレスはないようです。自宅ではそれぞれが好きなことをして過ごすスタイルでも、食事の時は一緒に食べるこだわりがあると語っています。旦那さんとは喧嘩もしないとのことで、破局を繰り返していた藤あや子さんですが平和に暮らしているようです。藤あや子さんにお金の心配はないでしょうし、自分より若い旦那さんが一緒に暮らしてくれるなら老後も安心していると思われます。藤あや子さんの娘さんに離婚の噂がありますが、離婚の情報はありません。ただ藤あや子さんは自分をママと呼ばせるなど、孫のあっちゃんの子育てにかなり介入しています。夫婦であれば子供は基本的には2人で育児し、祖母の助けはサポート程度でしょう。そのため孫のあっちゃんに父親もいるならば、藤あや子さんがあそこまで家庭の中に深く介入するのは難しいのではないでしょうか。ただ真相は不明なので、娘さんの離婚に関する話は単なる世間の憶測となります。しかし藤あや子さんは昔仕事で忙しく娘さんの面倒を見ることができなかった後悔があるのかもしれません。子育てに憧れがあり、自分が娘さんにしたかったことを孫のあっちゃんに精一杯尽くしているのでしょう。藤あや子さんはレストラン兼アート展示のギャラリーあやというお店を山梨県北杜市に持っています。コロッケカレーやあやさんのアート作品が並び、運営を娘さんがしていたという噂があります。しかし2023年現在レストランは閉店しており、再開のめどは立っていません。お店のホームページでは、アート作品のギャラリーは今後も運営していく意向を見せています。人を雇うなど食材の調達などが多い中、コロナの打撃もあり運営が難しくなってしまったのだと思われます。藤あや子さんは、2023年12月20日、フジテレビ系ポカポカに出演しました。その中で2017年に再婚した一般男性の夫との馴れ初めを明かしました。旦那とラブラブっぽいと聞かれた藤あや子さんは、夫に見られると嫌がられる、一般の人なので出たがらない、ポカポカのトークについての打ち合わせした段階で、それは話すのはやめてほしいと言った。ポカポカが初ですよ、夫の話をするのと照れ笑いをしていました。再婚当時、夫はマッサージ関係の仕事をしていると報じられており、この日の番組では自身より24歳下と説明しています。親交のあるタレント、春菜愛さんは藤あや子さんの夫に会ったことがあり、めちゃめちゃかっこよくてムキムキでドキドキすると述べています。藤あや子さんは自身の講演に夫がトレーナーとして携わったことが出会いと明かし、最初は周りの女性スタッフに勧めていたといいます。しかし、ある時、自身が引っ越しすることが決まり、現在の夫からいつでも手伝いに行きますよと声をかけられ、そんな気はなかったって未だに言うんですけど、引っ越しまでに何度か来てくれて、買い物があるからって手伝ってくれるって、彼女もいないしプライベートも一人だから大丈夫ですと、と明かしました。約束当日を迎えたのですが、予定していた買い物は済んでおり、新車が納入されたタイミングだったため、自身がドライブに誘ったと告白しています。それが勝手に初デートだったのかしら、川口湖へ行こうって言って、とその後の経緯を話しました。ドライブでは川口湖を通り過ぎて蓼科まで行ってしまい、馴染みの旅館でランチをした後、紅葉スポットを訪問したそうです。夫の両親が新婚旅行で訪れた場所だったことが判明し、そこから自然に、こんな生放送で喋っていいのかしらと明かし、照れていました。夫は24歳下ですが、
私より大人なの、私がめちゃくちゃダメな人間なのでと年の差は感じないと語っていました。遡ること2014年のことです。あることで藤あや子さんが話題となりました。藤あや子さんに突発性聴覚障害の疑いがあることが所属事務所から正式に発表されたのです。同年5月30日までは通常に仕事をこなしていたそうですが、6月に入り体調を崩していたといいます。当時復帰時期は未定とされ、点滴治療で安静にして回復を待つという状態でした。藤あや子さんは体調を崩して1日の NHK 歌謡コンサートと5日のスバル歌謡祭り藤あや子コンサートをキャンセルしていました。都内の病院で検査を受けたところ、医師からは過労とストレスによる左耳に突発性聴覚障害を起こしている可能性が高いが、まだ原因がはっきりわからないと診断されたといいます。いかがだったでしょうか。今回は藤あや子さんの私生活について見てきました。突発性難聴を患ったことがあるということから、当時からストレスに気づかないくらいの多忙を極めていたのでしょう。いつも弱音を吐かず、明るく周りを気遣う優しい方というスタッフの評価もあり、周囲が過敏に変化に対応しなければ頑張りすぎてしまうのでしょう。当時、藤あや子さん自身も、一日も早く皆様の前で歌いたい、気持ちは募るばかりですが、今は病院の先生方を信じて治療に専念しますとコメントしていました。一方、私生活では若い旦那さんのサポートもあり幸せに過ごしていることが伺えました。皆さんの意見をぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録・高評価をお願いします。